バイシャパー、バイテコ、私は今、ショッピングデルソルに来ております。アイメショッピングデルソルペーって、今回は、ハーゲンダーツカフェと、太巻き寿司を食べに行こうと思っています。それでは行ってみます。シェアニエセグアラニーメ、今私はグアラニー語を勉強しています。少しずつ動画内で話していこうと思ってます。まずはじめにハーゲンダッツカフェに行ってみます。楽しみにしていたハーゲンダッツカフェに来ました。日本にはないのでもうすごく嬉しいです。マカデミアンナッツが入ってます。これで約500円ぐらいです。まあ美味しそうです。まあ、ナイキにギャップもあります。日本でもおなじみのブランドです。ここではパラグアイのお土産品が買えます。ニューバランスがあります。もう私は靴はもう絶対ニューバランスって決めてるんで、常にニューバランスを履いています。プレゼントをする機会が多いパラグアイでは、まあ、ここでプレゼントをよく買います。ヌエバアメリカーナです。早速買いました。フォーエバー21です。日本からは完全撤退したのでもう買い物する機会はないですが、パラグアイではまだ営業しております。なんか今は折り曲げられるスマホも出てるようですね。なんか近代的です。まあ、ここでは、まあ、最新の、携帯やパソコンなどは大体揃ってる印象です。ポンプマーケット、スーパーマーケットもあります。ここではちょっとした輸入品も扱っており、結構レアな商品が多いです。ここのスポンジケーキは本当に美味しいです。買いました。太巻き寿司です。美味しそうです。これがわさびです。私は特にこのわさびが大好きです。ぜひパラグアイの方にも食べてほしいです。わさびはこのように醤油と混ぜて使います。ここの太巻きは美味しいです。それでは帰ります。デイリーマーケットの、オレンジ味のスポンジケーキです。まあ、約100円ぐらいです。ここのスポンジケーキは本当に美味しいのでおすすめです。